はい、日振山古墳でございます。全長が95メーター、高さは10メーター未満ですね。これは豪の跡かね、これはね。ちょっとね、ここは見て、ここからなんとか前方後円っていう感じしないじゃないけどね。中1回入ったんだけどね、もう竹藪でしたね。竹藪中入ってずっと歩いたことあるんやけど、何年か前に。どうなんだろう今は。周りずっと歩いとんやけどね。この辺から入るんですけどね、看板立てたかな。自分にも乗ってないような感じやから立てないちゃうかな。あら、看板見当たらん。これなんかあるよね、前ね。記憶なんか残ってんだけど。日振山古墳でございます。いや、竹いっぱいや。あら、竹やぶに入らないでください。うわ、入れんだ。入りました。もう残響になってますよ。手前が豊富やから奥の方が平穏になってんやね。公園部になってんやろね。あれ高さが一緒やな。畑かお城か。もうね、竹やぶになってますからね。あれこれわからんぞ。ちょっとわからんぞ。上になってないがね。一番奥まで行ったらわかるかね。竹がいっぱいやわ。何にもこの辺なかったんやけどね、前来た時はね、竹の子は。竹は生えてなかったんだけど。はいはい。運命的に、あいたいたいた。栗が刺さった栗が。運命的に丸くなってます。はい、こちら公園部ですね。竹だらけでございます。入れてて、振りが刺さりましたね。ちょっとおかしいぞ、これ。これ、丸かね。丸やな。はい、丸にしていきましょう。あれ見たらさ、そう、角ね、なってるやろ。これ、ね、栗がいっぱいでね、さっき栗が刺さったね。これは、下手したら、こう、豊富やぞ。なあ、年俸こう、豊富の可能性があるね。はい、これはひょっとするとね、前方後方分の可能性もあります。この横見たら大体わかるやろ。あと調べてみないかんね。いやー、これは下手したら下手したらや、前方後円分じゃなくて後方分の可能性もちょっとあるね。中で見てみましょうかね、次ね。これ竹もうこれ何とかしないともうまたすごいことなんだけどね。竹林に何年言うたかな、5年ぐらいですごくなってたかな。5年ぐらい竹はものすごい勢いで